このライジンの舞台にですね、今後参戦をしてくれることになりました。イゴール選手、まあ、ライジンで活躍して、まあ、ライジンのベルトを取って、あとはもう他の団体のベルトをライジン代表して取るので、皆さん応援よろしくお願いします。ライジンのグローブは使いやすいですか？あ、めっちゃいいと思うんですね。ライジングローブいいよ。スキルのレベルアップの速度が異常です。本当に例えば2ヶ月ぐらい前だけと今見比べると全然違うんで、まあ真面目なんで、そう必ず練習は来るし、弱音吐かずにやるんで。年齢同級生なんですけど、1日だけ俺の方が生まれるの早かったらしいです。5月8日で5月9日なんですよ。先輩なんですよ。LINE でずっと、みんなパトとかって言うから、今真面目で先輩、先輩。やっぱ1日って重いじゃないですか。まあそうですね、人生1日あると。マジで、お茶吸ってくれ。日本には多分いないですね、高森プレブの打撃の人は。でも、彼がいるなら間違いないですね、打撃に関しては。自分のチームメイトを信じてるから、練習パートナーとか、それが一番の自信につながるんです。打撃の選手と思われがちですけど、打撃の柔道なんで、基本やらないだけで何でもできるという感じの選手です。やっぱり、戦のメインのタイトルマッチをね、食うような試合を見せないと、自分たちお客さん呼べるようにしてね、稼げるようにして、魅力ある選手にならないとダメだよね。やっぱり練習仲間だったんですよ。だからその中で、まあ、お互い手の内知ってるし、っていう気持ちはあったんですけど、やっぱ試合になったらそのまま別なんで、終わったらノーサイドで行きたい形です、僕は。僕、本当に常にチャレンジャーじゃないとやっていけないと思ってるんで、この勝負は。自分が上とか全く思ったことないんで、そこもまっすぐ勝負に行くだけかなって思ってます。太一には厳しいけど、負ければもう世代交代だよ。イゴール選手にチャンスをあげたわけでしょ。ね、今までトップだった選手を当ててるわけだから、だからもう全力でそれを食い止めないと、好きな試合もできなくなってくると思うよ。この距離の面白さがあるからさ、こっちを見てる、こう固定でこう
コール選手ってどういう人か、ちょっと人間さんとこんなできた人いないです。23で子供2人育てて、僕年上だけど、本当に尊敬するとこしかない。家族を大切にする人だな。結構珍しいじゃないですか、今家族の愛が強い方だなと思います。まあ、信じてる人にはこう一番助けてくれるような頼れる存在です。なんか僕の人生で本当に子供の奥さんが妊娠で変わって妊娠分かったのはアメリカなんですよ。その時はまあ充実でアメリカで住もうって思ってたんですけど、まあ、妊娠した時に、まあ、俺もそのアメリカでは本当に毎日食えるか食えないかっていう感じの状態だったから、まあ、東京行けばもう充実で稼げるかもしれないっていう状況だったんですよね。まあ、僕はこう充実やりたいけど子供とかその奥さんの健康のために俺はもう全部諦めて、その子供と奥さんのためにもう普通に工場で働いてもいいよって言ったんですよね。苦しんでもいいから東京行こうって言われて、そこで、まあ、もちろん来てめちゃくちゃ苦しい思いばっかして、まあ、奥さんがいたから僕がここまで来れたんですよね。不安はあったけど最初からイゴルのこと信じてたし、まあ大丈夫でした。イゴル選手にとって家族って何なんですかね。僕の本当にもう酸素っていうか、ないと僕は生きてる意味ないっていうか、本当に僕からしたら全てですね。本当に買ってるところは見せたいですね、子供には特に。やっぱお父さんがやられてるのやっぱかわいそうですね。いやなるべくノーダメージでいきたいですね。ノーダメージで買ってもう、ね、みんなで喜びたいですね。もう腹座ってもう前にガンガン行かないといけないなっていう、やっぱり相手のペースに合わせちゃって、やっぱ寝技はやっぱ一流だと思ってるんで、気持ちも座ってもうガンガン前に行ってプレッシャー与えれば相手の寝技も強く来れないと思ってるんで、勝負に行くというか何が何でも勝つっていうところに重点を置いてるんで、世界トップって言えるぐらいの打撃の選手が一緒に練習してくれてるんで、あそこの選手たちと一緒にやっていけば問題ないと思ってます。あと亮太郎さんのミットとか、最後はやっぱボペがしっかり決めきって、まあ、すぐ、まあ、ノーダメージで終わって終わりたいですね。やっぱ